言われてるから。で、そこで、この岡村は、三方は、浮気なんてことはダメですよ。母国の生産を高めて、幸せになるための岡村なんですが、浮気したき浮気。この会社に、平気さえから、結婚して長く子供に恵まれなかった夫婦に、子供が生まれたなんてことも、あるそうでございます。今日はなんか、Thank you.
Oh, my God.